ケンタウロス族とカイネウスの戦いを描いた、クロエ式のレキュトス、ガカディオスポースによる壺、ルーブル美術館所蔵。ケンタウロスは生木を棍棒代わりにして振りかぶっている。カイネウスはギリシア神話に登場する人物で、テスタリア地方のラピテース族の王である。主にエラトスの子とされるが、コローノス、あるいはアトラクスの子とする説もある。アルゴナウ隊の一人であるコローノスの父で、トロイア戦争に参加したレオンテウスの祖父にあたる。もともとは、カイニスという名前の女性だったが、性転換によって男性になったとされる。加えて、男となったカイネウスは、不死身の肉体を持っていた。カルドンのイノシシ狩りや、一説には、アルゴ船の冒険にも参加したと言われる。ポセイドンの求愛を受けるカイニス。ヨハン・ウルリヒ・クラウスによる1690年版、変身物語12巻への挿絵。オイデウスの変身物語によれば、カイニスはテッサリアで最も美しい乙女で多くの求婚者がいたが、どんな男が現れてもカイニスは夫に選ばなかった。ある時、カイニスが海岸を歩いていると、わたつみ、ポセイドンが現れ、彼女を交換した。ポセイドンが償いとして願いを何でも叶えると言ったところ、カイニスはこんなひどいことが二度とないように男に変えて、欲しいと願った。そこで、ポセイドンは、カイニスを、不死身の体を持つ男に変えた。別の伝説によると、ポセイドンは、強姦ではなく、カイニスから合意を得ることができたとされる。カイニスは、ポセイドンの求愛に応える代わりに、決して傷つかない、不死身の男に変えてくれることを願った。ポセイドンはこの願いを聞き入れ、カイニスを不死身の男に変えた。男になったカイニスはカイネウスと名前を改めた。そしてラピテース族の王となり、ケンタウロス族と幾度となく戦った。ところがカイネウスは神々に対して冒涜をするようになっていった。アクーシラーオスによると、町の広場に一本の槍を立て、その槍を新たな神として神々の列に加えることを人々に命じた。この行為は神々の反発を招き、特にゼウスはカイネウスの行為に恐怖した。そこでゼウスはケンタウロス族をけしかけた。ケンタウロス族はカイネウスを大地の中に打ち込み、さらにその上に岩を置いて死に至らしめた。このカイネウスの死を変身物語はラピテース族の王ペリトスとヒッポダメアの結婚式の最中のことだったとしている。二人の結婚式にはテーセウスなどの英雄や他のラピテース族、そしてケンタウロス族が招待された。当然、カイネウスの姿もその中にあった。ところが、ケンタウロス族は酒で酔っ払い、浴場して花嫁やその他の女性たちを奪おうとしたため、会場は大混乱となった。カイネウスは英雄たちと共にケンタウロス族と戦ったが、ケンタウロスたちはカイネウスに罵声を浴びせた上、女が男のふりをしている、武器など持たず糸巻き棒でも握っていろ、などと侮辱した。そしてカイネウスの上に大木を幾重にも積み上げて殺した。その場にいた預言者モプソスの証言によると、大木の山の中から金色の鳥が飛び出して天に昇ったが、モプソスはそれをカイネウスの魂だと信じたとされる。アポロドーロスは、アクーシラーオス同様にカイネウスを取り囲み、モミの大木でカイネウスを何度も打ちつけ、地面に埋め込んで窒息死させたとしている。混乱が収まった後、カイネウスを埋葬しようとすると、カイネウスの体は女に戻っていたという説もある。ヒュギーヌスによるとカイネウスは自殺した。なお、前7世紀頃のコリントスの選手、キュプセロスはカイネウスの後衛という。ありがとうございます。